職業オタクまゆぴぴです。はい、ということで今日はイコールラブさんの新曲海とレモンティーのミュージックビデオがアップされたので、そちらのリアクション動画を撮っていきたいと思います。私のチャンネルでは女子ドルを中心としたオタ語りをしているので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それではスタート。はい、ということで本日見ていくイコールラブさんの海とレモンティーのミュージックビデオはこの動画の概要欄に URL を貼っておりますので、ぜひ一緒に見ながら楽しんでいってください。ジュースだ。あ、待って、花ちゃんやん。花ちゃん、花ちゃん全体のセンター初じゃない？めっちゃ嬉しい。しかも花ちゃんジュース似合うよね。うわー、歌い始めも花ちゃんや。なんかさ、去年の、あ、そなつん。わ、いい流れですね。かわいい、もう、かわいい二人とも。花さな。マイカちゃんね。いいね。てかみんなお揃いの服でかわいい。受験頑張れ。いや、いいな。うわ、いいより、いいより、いいより、リサちゃんよ。キャラちゃん。ジュースだよね。あ、ジュースがアルコールに変わったってこと？大人になった？あ、じゃあその頃から好きだった。誰だよ。誰だよ案件。ちょっと待って、今ひとみちゃんがチラッと見えたんだが。ほら、ひとみちゃんおでこだし、かわいい。かわいい。うわ、いいな、青春。てか、清楚な感じだね、めっちゃ。いいな、いい曲。うわ、いおりとのサマータイム。え、マジ誰だよ案件だ。これはどこ？甘さキュンと酸っぱい。なんか、マイカちゃん、いいね。マイカちゃんっぽいね、なんか。かわいい。海とレモンティー。レモンティーなんだ、これジュースじゃないんだね。そう、なんかさ、イコノイジョイかなんかの時、花ちゃんがジュース出してたよね。ミックスジュースみたいな。飲みましたよ。キャータン。声かわいい。アンナちゃんだ。ツインテールアンナちゃん。お、ソナツの特製かき氷。あんな。あ、一個くださいって。ショコちゃん。いいね。ソナツも多いね、今回。嬉しい。ミニニャ。かわいいかよ。ミニニャの顔って本当に、これですよね。これ、これ。うわ、リサチ。ひとみちゃんおでこだし可愛くね？可愛い。珍しい。可愛い。夏マットペとはまた違うね。夏だけど。すごい、大人っぽい。ペタ。レモンティーね。花ちゃんほんとそういう、なんか爽やかなイメージあるな。うわ、いいね。夏の歌だ。今回表題がね、夏曲じゃないのでね、カップリングで夏出してきましたか。ミリニャリサちゃんの流れいいな。来た、マイカさん。一緒に花火大会に行ってくれないって書いてある。え、エモ、これ渡すってこと？やば、沖縄。何これ、どこで撮ってんの？消してんじゃん、花ちゃん。消してるやん。ドラマっぽくない？今の背景。うわ。いつかのあの、イカリングの手を引っ張られるあのね、夏祭り恋したみたいでしたね、今。天井。あ、ミリニャが気づいた。イオリちゃん。うわ、エモい。あ、花ちゃんマジでさ、全然学生もいけるし大人もいけるっていう、すごっ。わあ、かわいい。まだ見ました、この肩かわいいね。リボンもかわいいし、みんな赤、夏感ある。花ちゃん嬉しい。海とレモンティーどうなるんだろう、これ。
はい、ということで本日はイコールラブさんの新曲海とレモンティーのミュージックビデオを見ていきましたが、いかがでしたでしょうか。もう花ちゃんの初めての全体曲でのセンターということで、花ちゃんもねショールームで泣きながら思いを語ってたんです。なんかもうね嬉しい、私は花ちゃんの全体ソロ曲早く欲しかったし、本当に頑張り屋さんな方なので、もう私がねなんかこう語るに値しないぐらい、それは現場のパフォーマンスを見てたら多分誰しもが思うことだと思うし、花ちゃん隅々まで見てるんですよマジで、お客さんのこと。だからそういう部分を見てるからこそ、花ちゃんのセンター早く来いってずっと思ってたんで、めっちゃ嬉しいですね。動画の途中でもお話ししたんですけど、やっぱ夏曲が今回表題ではなかった分、このカップリングで夏を取り戻そうっていうことでね、あの夏祭り恋慕う的な立ち位置なのかなと思うんですけど、もうおしゃれおしゃれだし大人っぽいし、多分学生の頃から大人になった今のなんか雰囲気とかもちょっと歌詞の中に入ってるんじゃないかなって思ったので、そのちょっと大人っぽい雰囲気がしっかり出てたりとか、あとみんなお揃いのね赤いワンピースとか、すごく爽やかでしたよね。夏マトペの雰囲気ともまたガラッと変わって、ちょっと切ない系の夏、なんか夏曲ってさ、イエーイタオル回せみたいなものもあれば、結構こう切ない気持ちになるのもまた夏の特徴じゃないですか。例えば花火とかさ、夏が終わるっていうこと自体にフォーカスを当てた曲とかも多いし、だから今回はちょっとそちら系、この夏はもう一度きりみたいな、そんな歌詞もあったので、すごく切なくて大人っぽいけど、逆に花ちゃんの笑顔が切ないみたいな、なんかそんな MV になっててすごい素敵だなって思いました。そう、イコノイジュールのねジュース、以前花ちゃんのやつあったと思うんで、なんかねそう似合うんだよね。なんでだろう、花ちゃんとジュースの親和性なんなんでしょうね。めちゃなんかフレッシュって感じだからかな、もうすごい似合うので、レモンティーっていうレモンのね、でもお茶じゃないですか、だからレモンネード、レモネードとかではない、レモンティーなんですよ。またこれが切ないですよね、ちょっとねほろ苦みたいな、いい、とても良い。あと個人的にひとみちゃんのおでこ出しがレアで、レア感あってすごい、おー嬉しい見れたみたいな、なんかそんな気持ちになりました。はい、ということで今回はイコールラブさんの海とレモンティーのミュージックビデオリアクションをしていきました。最高と思った方はグッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。最後に一つ告知なんですけれども、私がプロデュースしているアイドルグループアイドル革命の新メンバーオーディションは8月の31日まで募集中です。ぜひアイドルをやってみたいという女の子や、周りに本気でアイドルを頑張りたいって思ってる子がいたら、ぜひ拡散してもらえたらなと思います。ということで皆様お仕事おつぴぴー。